皆様こんにちは。今日はゲストを呼んでおります。でーいたこさん久しぶり。めちゃめちゃ久しぶりよね。超久しぶりだね。ワンちゃん以降ね、いたこさんちのね、ワンちゃんをねちょっとお借りしてドッキリを撮らせていただきました。前回、うん、今日はちょっとごめん、私一人の時にちょっと女子会をやったと思って。あ、いいなんかすごいエグい女子会になりそう。今日はね、あの乳首について。待って、最初から待って、そんなに飛ばす？悩みがあったの、結構、うん、もう中学校の時から、うん、すっごいコンプレックスを持ってて、うん、なんでかっていうと、乳首がない子だったの。乳首がないって、乳輪はあるの？あ、乳輪もあるんだけど、うん、ちょっとこう、なんだろう、穴があるみたいな。あ、じゃあ陥没ってこと？その陥没でもちょっとないねん。寒くなったりとか、うん、その洋服が当たったりとかしてちょっとこそばいなっていう時には普通に出てくるみたいな、うん、でもその普段は普通にしている時は何にもないみたいな。あ、でも陥没そんなしてるわけじゃなかったら、あ、じゃなくてもう普通もう こんな感じ。え、理想郷じゃない？そうなの、理想郷。え、一番理想郷。中学校の時に結構温泉とか、うん、まあ、温泉とか銭湯とか友達と行く時に、うん、なんか普通にみんな乳首あったのよ。もういる状態で、それがさ、なんか綺麗と思ってて、これがちゃんとした乳首なんだみたいな。自分乳首ねって思って。私気持ちでいいかも。ピューってあるだけでいいかも。そんなに乳首なくていいと思ってる。そうなんだ、うん、いやうちはねもうそれがコンプレックスで、もう自分は乳首ない人間だと思って、もうあらゆる方法でね乳首を作ろうと思って、なんか物をここにさキュッて吸引しようとしたり。意外と完璧な乳首って男性ホルモンが強い男性の乳首が、あ、そうなんだ。男性ホルモンが強ければ強いほどピンクの乳首だから、で女性ホルモンが多ければ多いほど黒いから。あ、そうなんだ。あ、だから妊娠中って黒くなるんだって。あ、確かにそうだよね。そうですからね。そう、うん、だから本当は逆であるべきなのに、男性ホルモンが強いほうが、まあ、ピンクってかさ、それさ知らない男性多くない？今それもう本当に発信した方がいいかもしれない。男性がさ、なんか女性の乳首が汚いとか、なんかそういうことを言う人もいるやんか、うん、黒くてみたいな、うん、もうほんまはやりまんなんちゃうのみたいなさ。違うんですよ。あなたたちが大和なでしこと思ってる女性らしい人に限って幽霊くるんですよ。やばい、今壊した。みんなの夢を壊したよ。で、私なんかうんちくで聞いたんだけど、おばあちゃんになるとだんだん女性ホルモンなくなっていくからピンクになっていくんだって。いや、あの、なる。うんちもね、あの、うん、よく銭湯行く、もう銭湯大好きだから、うん、大好き。やっぱね、あの、見ちゃうの、うん、おばあちゃんピンク、そう、ピンクピンク、もう綺麗なピンクなの、うん、いたこちゃんの乳首のこと知りたい。私悩みがあって解決したんですよ。いたこちゃん乳首の悩みがあったの？あ、もう乳首の悩みどころか、もう乳首で一回うつ状態一歩手前。うつ状態なんかどういう乳首だったのそれ。私乳首っていうより乳輪なの。あ、乳輪。うん、乳輪が卵のような形してて、で多分胸が大きい子って重力に負けやすいじゃん。で乳輪も重力に負けて伸びたんだろうね。上は普通なのになんか本当にこんな感じで、気にしてはいなかったの。コスプレを始めた時に、あ、いとこちゃんね、コスプレ結構やったりするもんね、うん、で私露出狂なので胸バンバン見せて何本ぐらいの、あ、見せたいのね、見せたいの、うん、やっぱりここはねエチケットで絶対隠さなきゃいけないものじゃないですか、乳首はね。うん、その時に結構キャラって下乳が多いんですよ。それができないの。なんでできないの？ちょっとでもずらしたら乳輪なの。もう乳輪がここまである状態だったの。だからしっかりここまで隠さないともう放送事故になっちゃうの。これはただの私のひがみだけど、私よりおっぱいちっちゃい子がこれぞとばかりに下乳見せてるのがちょっと耐えきれなくて。耐えきれなかったの？それはなんかいろいろ試してみたの？例えばちょっとコンシーラーで隠すとかさ。コンシーラーで隠すとなんかバレるじゃないですか。で、うん、こうまとめてガムテープ、ま、とちょっと待って、どういうこと？でここ何事今、こう乳輪があります、うん、これをこうやって折りたたんで、折りたたんでこうガムテープすると、まあ、動いてる時にピチ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 、あ、取れてきちゃうんだ。取れてきちゃう、うん、大変だったね。やっぱりやりたいキャラとかができなくてすごい落ち込んで落ち込んで、怖いけどいろいろ調べたんですね。乳輪を切って小さくする手術があったの。そ
そんな手術があったの。そう、それどういう手術なの。ここをね一通り切るの。ここを切ります。切ってここもドーナツ状に切るの。いらないところを。そう、ドーナツ状に切ってでペラッてして縫い合わせる。はあ、なるほど、わかった。傷は、傷がね、あの10日間はもうフルで刺繍で丸い刺繍丸い。あと残るって言われて。あと残るって言われた。なんかやっぱり縫った感じは分かるって言われたの。いつまで経っても。あ、そうなんだ。うん、傷跡みたいなのがやっぱりずっと残るから、それでもいいのって言われたけど、もう本当迷いはなかった。やりすぎるとシワになっちゃうらしいのね、そのここら辺が引っ張りすぎて。だからシワちょっとできてもいいから、まあならない程度の限界まで小さくしてくださいって言って。え、それ手術どういう風にやったの。それ全身麻酔なの。あ、全然なんかもう生きてる。もうこうやって。ちょっと生きてる。意識ある。意識ある。え、意識ある状態でメス入れるってやばくない。で最初のここだけになんか麻酔、局所麻酔、局所麻酔入れて、でびっくりしたのがカチカチは聞こえるけど感覚がない。あれもやった、正気麻酔なし。え、ちょっと言っていい、痛い、怖い。今痛くない。痛みがなくて終わりましたって言われて。本当に、え、終わりましたって外国の先生外国の先生どんな状態なんですか、見るよって言われて、でこうやったらもう涙。私の乳輪がこんなに美しくなってそんな美しくなったんだ。そうそう。え、見ます。え、見たい。ちょっとね、まず元々の乳輪がこれなんですよ。なんかわかりますか、なんかその下乳出せない乳輪。うん、なるほどね。それがビフォーアフターをほら、めっちゃ綺麗にな、なんかま、もうまんまるやん。なんかニップレス1個で収まるっていう。最初は痛いの、痛い期間はある。ない。ちっちゃいバンスを切って1周効果効の10日間糸を取る日まで炎症しないように。シャワーの時もサランラップでこうしといた方がいいって言われたね、うん、糸取るの。サランラップね、うん、まあ、結構糸取る方が手術より時間かかった。手術は何分、手術は15分、うん、ええ、ちょっと待って、早っ。びっくりした。簡単な手術なんだって結構。じゃあその15分以上かけてその取って、うん、そう、取るのに1時間ぐらいかかった。やっぱすごいたくさん縫ってるからピンセットで1個ずつ。あ、そっかそっか。だから1時間ぐらい。痛くなかったの。ちょっとなんかたまにチッてするくらい。痛ーい。で、値段も30万なの。30万。うん、私の乳輪30万しました。いや、でもあの30万やの価値あるかもね。あるでしょ。めっちゃもう本当になんかもう、うん、もう完璧な形。そうそう、もうされてるよね。で、なんか言われたのがやっぱり年取ると特に大きい子は結構重力に負けやすいから、また大きくなるかもしれない。あと、あと体って元々の形に戻りたいんだって。確かにその傾向はちょっと見えるんですね。傾向が見えるの。ちょっとなんかそういうフラグは立ってるんです。フラグ、ちょっと待って、え、どういうこと。ちょっとフラグでうっすら元に戻りたいって。で、その時はもうまたやります。しつこいようだったらもう私もしつこいです。乳首との戦いだね。はい、じゃあもうその元の綺麗な折った感じになるのにどれぐらいの期間がかかっちゃう。1ヶ月だね。あ、やっぱ1ヶ月。でも1ヶ月経つともう結構わかんなくなってくるんだ。結構わかんない。なんか本当に悪い子はケロイドになる可能性があるんだって。塗った周辺が体質、そう、水ぶくれみたいな感じが一生残る子もいるけど、そんな私ケロイド体質じゃないから大丈夫だと。すごい、うん、すごい、めっちゃ勉強になったね。でも痛みなし、うん、手術時間15分、うん、ダウンタイムも10日くらいで1ヶ月で綺麗になるって、うん、めちゃめちゃすごい。いや、うちもね、乳首をもう出させる手術したかった。すでに出してるやつも乗ってました。乳首を引っ張るんです。その引っ張ってる筋みたいの切って出して縫うんだって。ダウンタイム中はそれが引っ込まないように糸で巻くみたいな。そう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 、糸で。そう、ほんとそんな感じ。へー、うん、糸で巻かれた乳首どう。いや、ちょっとね。ちょっとしばらくサランラップ。いろんな人がいると、うん、自分の好みってなんか出てきちゃうから、うん、あ、この子の方がいいんじゃん、私はこんなじゃん、なんかね、どうしても、なんかあと別に誰にも見られないとこ気になったりする。なんか気になりだすとね、もう自己満だよねこれって。自己満、なんかもう気になりだすと本当にもうそのことしか考えられない、うん、もう私こそが世界で一番醜い乳輪ぐらい。本当にもうそこまで。じゃあマジでありがとう。知らんかったよマジで。なんか手術っていろんなのあると思ってたけど、いやもうすごい時代に生きてますよね。ちょっとでもなんかみんないろんな悩みあるんだねと思って、ちょっと安心したっていうか、なんかみんな違うくて、
当たり前なんだなって。当たり前、もうみんなのね悩みレベルもね人それぞれだからね。うん。告知っていうより実はペルシャ絨毯の方を2号店できたんですよ。すごい、はい、ひたこさんはねペルシャ絨毯屋さんもやってるからね、はい、吉祥寺第2号店ができて、うん、ちゃんとお客さんが入るショップなの。トルコ絨毯系も買えるリーズナブル10万いかないつも置いていろんな層が楽しめるようにしてる。やはりちょっと貼っとくので、うん、もしペルシャ絨毯に興味がある方がいたら、もう下からどんどん飛んでいってください、はい、ありがとう、いたこちゃん、ほんまになんかマジで勉強勉強だね。